じゃあちょっと話を本流に戻していくと、他にじゃあ、中条さんなんかはいったりしますか？これは自分との戦いじゃないだろうみたいなね。でもなんか今話聞いて、自分も同じかなと思うんですよね。そういう周りの、その言い方ですけど、ほぼ部外者みたいな、僕も俺らもほぼカットかもしれないですけど、その部外者みたいな人たち。なんか、まあでもそういうのはもうあれですけど、どうですかね。でも、試合とかに関しては結構やっぱ選手がいつも、なんかやっぱりこう、アンパイアとかに結構こう、やられてる、左右されやすいですかね。で、なんか僕はいつも選手には言って、出て、これ結構言うといつも、お叱りいただくんですけど、まあ、相手らほっとけって言うんですよね。まあ、なんか、ちょっとこれ、まあ、絶対、あれなんですけど、日本の国内の審判って、そんなにこうレベル高いアンパイアいなくて、海外の試合吹いてる人も、ちょっとほんと数名ぐらいで、その数名をちょっと結構、やっぱりその、海外がこうだから、みたいな感じで、要は、こう学んだからこうだ、みたいな感じのアンパイアが多いんで、ちょっとこう、結構すごい、こう、高圧的な、同い年に一人いるんですけど、高圧的な子もいたりとかして、そうなってくるとやっぱりそこにこうちょっと戦っちゃったりするんですけど、僕はもう、常々こう、まあ、前のアイクマヘッドコーチもそうですし、他の人もそうですけど、日本のアンパイアは下手だっていうふうにずっと思って やってるんで、ほっとけって言ってますよ。そこと戦うんじゃなくて、じゃアンパイアから反則取った数が多い方が勝つゲームじゃなくて、ゴールにボールをどんだけ入れたか、どっち多く入れた方が勝ちなんだから、やるべきはそっちだっていうふうには。常々言ってますね。いや、もうそこに、と戦い始めたらもう、やっぱり、もうダメですね。もう、だから、ファール合戦みたいになって、反則取ってとりあえず前に進もうみたいな、ラグビーじゃないですけど、本当に反則取って前に進もうじゃないんですけど、そうなってくるともう、ホッケーじゃなくなってくるんで、もうそうなったらもう完全に負けたと思ってるんで、そことやっぱり戦っちゃいけないとは、もう常々。あ、教える選手たちには言ってます。確かに、それはすごく大事ですね。やっぱりそこは、そこへの怒りは自分との戦い、まあ、そこに乗り越えるために自分との戦いになってきますね。で、自分との戦いじゃないところに入っていっちゃうわけですね。そこの区切りはすごくわかりやすい。そうでまあ、すね。リスペクトは、まあ、した方が、まあ、ね、まあ、彼らがいないと試合は成り立たないから、リスペクトはしなきゃいけないし、まあ、彼らもやっぱり、まあ、ミスを起きるっていうところもあって。あとは、それでいくと、こう、まあ、それこそ、うちのアイクマンは、ヘッドコーチは、審判にこう、すごい怒りをこうあらわにしてるところがあるんですけど、さっきの、外国人の話じゃないですけど、まあ、それ聞くとやっぱり怒ってるわけじゃなくて、なんか爆発してるんだって言って、言葉を置き換えて ごまかしてるとかしてることもあるんですけど、で、それいいなって言って。そうそう。結構ベテラン選手だったりすると、他の競技でもやっぱりそこの審判のあしらい方も含めて上手くなってくるっていう、いますね、知り合いの選手でバスケットボールの日本代表キャプテンやさ方が言ってたのが、やっぱり切ってこれ触るってところで吹かれて、そこで文句言うと目つけられて、怪しいところでもファウル取られちゃうから、今日はここ取られるから、このラインは気をつけようって、全員に大きな声で出しておいて、そこの線引きをはっきりさせるっていうところを、で、やることで、まあ、同じようなラインだったら、まあ、ファウルになるんだけども、相手もそれ、そこでがラインになってくるみたいなことをおっしゃってましたよね。プロ野球でも今年話題になりましたからね、審判の対応で。なるほど。ありがとうございます。アレクさん、なんか本気でありますか？いや、僕は特にそういうところは今現場に出てないからわからないんですけど、やっぱり今までお話聞いてると、やっぱり自制するっていうか、自分の気持ちをコントロールしていく。で、どこかでやっぱり、爆発させるところと、抑えていくところのバランスっていうのが、多分自分との戦いで上手い人っていうのは、そういうことがちゃんとできる人なんだろうなという。で、それはどこでトレーニングされるのかって、やっぱり一番最初言ったような、そういう状況判断とか、自分の今いるところの判断っていうところが、ちゃんと練習とか試合を通して、基準が分かっている人が、そういう選手とか監督コーチってのは、結局は自分との戦いに勝っていける人じゃないかなっていう感じはしましたね。だからそういうところで、じゃあいつもこう自制してればいいのかっていうことではなくて、どっかで爆発させるようなところで、
失敗を重ね、失敗っていう経験を重ねる、これはダメだよって、今、渡辺さん言われて、ここのラインはもう、今日は取られるからやめとこうとかっていうような、そういう判断ができる人が、本当にか自分との戦いをこう制していけるのかなっていう感じはしましたけど。